イカ天って知らない？昔そういう音楽番組があったんだって。なんていうバンドですか？あ、馬の骨だっけ。あの時の馬の骨は馬の骨どこの馬の骨だかわかんないけど、ダッサ。ロックン少女、ロックン少女、ロックワン、ロックン少女。御社名、あ、一応馬の骨。馬の骨。都会の片隅で暮らす5人の家族、彼らの家業は犯罪でした。どうしたの？コロッケ食べる？戻るって言うと思ったけどね。選ばれたのかな、私たち。盗んだのは絆でした。万引き家族。内緒だぞ、俺たちは家族だ。君と結婚して3年、穏やかで平和な日々が続くと信じてた。ただいま。驚きました。何？なんでこんなことするの？言いたいことあるなら言ってよ。家に帰ると妻が必ず死んだふりをしています。目撃されてるんですよ。書いても遺族を追い詰めるだけです。せめて再審請求してるものとか。事件のことを知った気になる。先生は？先生が教えてくれました。紗友子を殺した奴がおるなら俺はそいつば殺してもよかと思っとる。今そういうこと聞くと志田紗友子の言葉殺したかもしれんとよ。あいつはお前を外へ連れて行かないぞ。期待するな。外の人はみんなああやけど盲目な人ばかりたい。俺にも体温と痛みの話は教えてくれ。何が現実なんかもわからん。これは小さな家族の大きな歴史の物語。戦争があって一晩で丸ごとのうなった。娘らが幸せになってほしい。世間ではあんたらのことなんて言うてるか知ってますか？盗っ人に追いせん。その世間一般連れてこい。何があっても本気でぶつかり本気で生きた焼肉ドラゴン。ここね、表向きは浄水場として作られたんだけど裏ではある実験に使ってたんだって。
ある実験？人体実験。撮影は続ける。カメラは止めない。あの噂が本当だったなんて。最高かよ。おい、血はもう巻き終わった。血の呪文を唱えるとそれは蘇る。それゾンビもので生中継でワンカットやっていただけますか。撮影は続ける。カメラは止めない。